様。ようこそ殿下。ララララララ。本当は知らない人と話してはいけないんだけど、前にお会いしてるわね。あなたをいつも夢に見て、その瞳さえとても懐かしい。夢は幻だというけれど、でもわかる、あなたこそ愛してくれる。あの夢と同じに、ラララ、でもわかる、あなたこそ愛してくれる。あの夢と同じに。まあ、あ、これは失礼、脅かす気はなかった。いや、あの、そうではなくて、ただあなたのこと、その知らないか。ええ、もう忘れたの？前に会ってるじゃないか。え、会ってる？そうだよ、君も言ってたろ、夢であったって。あなたをいつも夢に見て、その瞳さえとても懐かしい。